今またノンネイティブが気分です。ちょっと今の気分を交えて、まあ、ノンネイティブが僕らの中で再熱していると、というのをちょっと今日動画で紹介したいなと、まあ、すごくシンプルな洋服でさらにそのシルエットがワイドだったりとか、でルーズだったりとかオーバーサイズだったりとかっていうトレンドがずっと続いてきて、でそろそろちょっとやっぱ気分的にオーバーサイズとかあのワイドなシルエットっていうのがちょっと飽きてきたと言ったらなんだけど、少し落ち着いてきたというか、そうそんな感じのタイミングなのかなっていうのはやっぱり日々洋服着てて思う時があって、で、まあ、特に今年はまあレッドウィングを俺はこの前買ったから、まあ、それにねスラックス合わせたりとかもしてたんだけど、やっぱブーツってなると細身のパンツ合わせたりとかもしたくなるわけ、で久しぶりに結構細身のパンツ合わせたりとかしてたら、細身のスタイルもいいなとか思い始めて、で今度逆にそのワイドとかちょっとねルーズなシルエットのスラックス履いた時にトップスちょっとジャスト目でもいいんじゃないか思い始めた、でだから1週間のうちの、まあ、何日かはまたそのノンネイティブ着てたもの引っ張り出して着たりとか、でブーツね、そうだからなんかそんなスタイルがなんか最近いいなと、で多分今ねこのファッション業界的にはやっぱアメカジが結構やっぱり良くて、トレンド的にはで気分的にやっぱアメカジの気分になってきてるわけ、今までちょっとやっぱりさモードとかきれいめな感じのものがずっと、ね、トレンドとしてあったから、やっぱりちょっとこうアメカジの匂いが入ったもの、加工感のあるものとかさ、この春からすごく加工の、ね、アイテムとか出てるから、やっぱみんなそういう気分になってるんだよね。で今だとはオンブレのシャツとかさ、そういうの売れてたりとかもするから、まあ、今日もうほんとシャンブレーシャツとか着るからもうこういうなんか気分になってきてるわけよ、なんか懐かしい感じでね、そうだからその中でじゃあ日常的になんか着る服ってなると、まあ、ノンネイティブやっぱりいいなっていうので、今回は、まあ、そのノンネイティブのね良さを、お互いがその昔からもう本当にノンネイティブしか着てなかった時もあるから、いやほんとそうだ ね本当に、だからその時に感じてたそのノンネイティブの良さと今また着るノンネイティブの良さみたいなのをこの動画で紹介できたらなという感じですよね、はい、で今日はもう持ってるそのノンネイティブの中からちょっと抜粋してねなんかこんな全部じゃないんだけど、そう全部じゃないんだけどなんかこんなのやっぱ良かったよねみたいな名作とか、なんかそういうのを交えてちょっとここがノンネイティブのここが好きですみたいな話を、分かりやすい感じの、そうざっくばらにしていけたらいいなというね、ただやっぱずっとあるのはノンネイティブかっこいいなっていうのはずっとね思ってるし、まあ藤井さんがかっこいいからね、そうなんだよね、もうさ最近はさその家とかさそのインテリアのこととかもさすごいからそうだ、めちゃくちゃその参考になるし、やっぱ見ちゃうんだよね、まあ、そういった部分でもなんかこう目標にして追いかけたくなるような存在というか、なんかこう大人になっていくにつれて、ファッション好きな人ってやっぱこういうところに興味持って、こういうのをなんかこうどんどん深めていくのがなんかいいなって思わせてくれる存在っていうのがあるから、なんかそこに憧れがあるというか、なんかいい意味でそういうさなんかこう憧れって必要じゃん、ずっとかっこいいから ね、そういった意味でもやっぱかっこいいなと思えるから、なんかそういった部分もまあノンネイティブ好きな理由の一つなのかなっていうところだよね、でまあちょっとそれぞれなんかバーっと並んでますけど、分かりやすくいくとやっぱそのベージュじゃない、そうだね、もうここのベージュゾーン、藤井さんイズムというか、そうだよね、もう藤井さんといったらベージュみたいなとこで、まあ僕らもベージュのアイテムは持ってますと、そうだね、で、まあ、やっぱこのベージュから名作です、これ名作だよね、これは本当にすげえと思ったもん、ブルーがちょっと入ってね、そうこの内側のとこにね、ちょっとだけブルーがアクセントになってて、だけども他はもう全部ベージュトーンの組み合わせで作ってるんだけど、ベージュでちょっとずつ色がね、そう書いてあるっていう、これはねもう本当にすげえかっこいいと思ったもん、出た時もうだからこれ、まあ、サッシーのこっち俺のやつこっちみたいな感じで2人とも買ってるんだけど、まあ、あとはこういう1500のコヨーテカラーね、これとかも
すごいかっこいいと思った。1500は、うん、1300カラーのやつもあったからね。そうだね、うん、いやそれもなんかね、すごくかっこよかったし、うん、ただなんかこう藤井さんらしさが出るのはこっちだよね。こういうそのベージュトーンというかキャメルとかそういうのがすごくやっぱ出るよね、うん、でもこれはもう最近買った、うん、藤井さん監修したレッドウィング、そうだね、まあ、これはノンネイティブじゃないけど、うんうんうん、ちょっとまあ今回そのねこういうノンネイティブを思い起こさせてくれるアイテムの一つとしてちょっとここに並べてます、うん、でこれはサッシーのノンネイティブのブーツ、うん、そうだね、まあ、やっぱこういうねこのブーツもノンネイティブのやつなんか秀逸じゃん、うんね、最近それこそ書いてる。そうだねもう最近さ、本当ブーツが履きたいよね。ブーツが履きたい、ね、ブーツが履きたくてスタイリング。そう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 。だからブーツ先行するから、うん、でもそうなってくるとちょっと細身もやっぱ履きたいなとかなってきて、うん、今日も俺ノンネイティブのこれもう昔のコーデュロイパンツ色すごいね。すごいでしょ。それ俺持ってくればよかったな今日。これはもう本当冬になると結構履いてたよこれは、うんうん、で上はボアとかちょっとこうあるからね、そう大きめのアウターで、うん、これはねよくね冬履いてたんだけど、腕が細いんだよね。細い細い、かなりっていうのをまあ履いたりとか、うん、まああとはねここにずらっと一部ねありますけど、はい、いやこれさ俺結構これすごいなと思ったのが、うん、これサッシーがさ今日持ってきたこの初めて買ったノンネイティブのジャケット、懐かしいよね。まだ持ってんのすごいねと思って。そうそう、もう思い出だよねそれは。これすごいよね。知ってるのはね時知らず。そうそうそう、時知らずね、うん、今あるんだっけ時知らず。今ね一ノ瀬さんが時知らずをまたあのやり始めて、あそうか、うん、1店舗だけあるみたいなんだけど、あ、まあ、そこでね当時、うん、ノンネイティブ扱ってて、うん、でこれね2人で見に行って その時に買ったやつね。これめちゃくちゃ覚えてるわこれ。この頃はちょっとねなんていうのこういうテープ使いとかで、うん、テープ多かったよね。そうギミックを効かしてて、うん、ちょっとやっぱデザイン性がなんかこう表に出るような感じの服だったんでね、うん、多分そっからもっとこうなんかベーシックよりになっていって、うん、そういう装飾とかあんましなくなって、うん、でよりなんかこう素材とかそういうところに深掘っていったのがもうよりハマっていくきっかけだよね。そうブランドネームを主張しないところもいいんだよね。そうだね。いやだから懐かしいなあともうこれとかやばいよねそれやばいよねこれさこれノンネイティブのこのブルーのマウンテンパーカーサッシー俺のユニフォームだね。もう本当にこれしか服ないのっていうぐらい当時めちゃくちゃ着てたね、うん、本当にそのぐらいこれ着てたよね。相当着ましたそれは。まあでもねそのぐらいこう着ても全然今でもこれ着れる感じのまだ、ね、これゴアテックスでしょ。だってゴアテックスこれすごいねやっぱ、うん、それ中がね多分ちょっと開けると分かるけど赤いんだよね上地が。そうでノンネイティブって、うん、なんかそのコレクションによってシーズンの、うん、色をなんかねそうなんか使ったりとか最近は多分ちょっとまた違うと思うんだけど、うんうん、当時ね当時はそのコレクションのシーズンによって色を決めてて、うん、そうでその色がこういうさっきの赤だったりとか、うんまあ、あとは、まあ、こういうなんか色とかこうピンクとかになってたりとか、うんこれが今日履いてるパンツが分かりやすいんだけど、これああオレンジだね、そう、うんうんうん、袋布が全部この時はオレンジがテーマカラーだったからオレンジとか、まあ、そういうのをそのどのアイテムにも全部散らしてくれてて、うんまあ、こういう袋布がオレンジになってたりとか、うん、ステッチのどっかがオレンジだったりとかなんかそういうのをテーマごとにもうそのシーズンごとか、うん、シーズンごとにテーマカラーが決まってて、うん、レインボーとかもあったからね。レインボーはねこれレインボーそうファスナーがレインボーだからね。ファスナーがレインボー、うん、こういうのあったね。あとこの缶抜きの色もレインボーだったりとか、うんうん、そういうのがなんかこうグッと刺さるというかね、うん、あ今回はこの色なんだみたいな感じでいいなみたいな感じになってたからね、まあ、そういうのも本当にこう深く好きになってく理由だよね。そうだね、うん、でもやっぱこんだけかかってて、うん、まあパンツが結構多いんだけど、うんやっぱパンツのさパンツ、ね、シルエットがもうめちゃくちゃいいじゃん、うんうん、そうもう細身のパンツ作らせたらもう本当に日本一だねってまあ俺らはね思ってる感じなんだけど、うん、でしかもその細くても履きやすい。そうだね、まあ、ちょっとこうウエスト周りとかヒップとかに少しボリュームがあって、ね、でだけど
こうね、裾に向かってだいぶ細くなってって、うん、膝とかも結構細く作ってあるんだけど、うん、でも動きはちゃんとダーツとか取ってあって、うん、すごく動きやすいから、また最近ちょっとアップデートしたみたいだしね。そうだね、うん、なんかデニムがね、アップデートして気になるよね、変わったんだよね、うん、いや俺さ、デニムさ、もう全部手放しちゃったのよ、うん、そう、だから、うん、俺新しくデニム欲しいなって思ってるとこ、今もうほんとそのぐらい、なんかね、ノンネイティブのパンツって、うん、なんか細身のパンツ履くんだったらかっこいい、ね、すごくかっこいいじゃん、うん、で去年もう今すごいいいもん。そうだよね今ね、だからもうこんだけさ、これ結構サッシーの多いんだけど、こんだけまだデニムとか、もうこうグレーのデニムとかね、うん、でリジットから育てたこのデニムとか、ね、であとはこれダメージ系とかさ、うんうんうん、こんだけバリエーションまだ持ってたらさ、これ黒もあるでしょ、これもう全然履けるじゃん、うん、ね、これいいね。いや俺も取っておけばよかったって思ったの何個か同じやつあったしね、あったあった、持ってるやつね、うん、あったから、いやいいね、まあ、俺は最近はもうグラミチ、うん、まあ、前ベージュのグラミチの動画も YouTube で紹介したんだけど、うんうんうん、まあ、それを買った時にも紹介したんだけど、やっぱりこのグラミチのやつ履きやすくて、うん、でまあ、黒とかは今も履いてるし、うん、ベージュのも全然履いてるんだけど、うん、まあ、この辺はね、やっぱすごく履きやすいなと思って、最近もずっと履いてるノンネイティブの一つかな。最近ツイルのやつ出てたね。そう、出てた、うん、またね、新しいやつがね、あれはなんかブラウンとかその辺の色味が出てたよね、うん、でなんかそんなのが終わって、やっぱパンツがね、すごくいいですよと。そうだね、うん、ちょっとやっぱり細身のパンツ履きたい気分ですよ、うんうんうん、まあ、こういうのに、本当 T シャツもそんなにデカめじゃない T シャツとかで、なんかブーツとかで、夏、うん、過ごしたいなとか思っちゃうから今、いいよね、うん、いいよね、てかもう実際そういう格好してるし最近、うん、なんかね、こういうのもちょっとやっぱり新鮮だなと思って、また、うん、これにチェックシャツとかさ、ね、シャンブレシャツとか、なんかこういうのも合うだろうし、うん、いいよね、なんかでね、あとね、ちょっとね、名作をね、いくつかね、これ名作だったな、はいはい、みたいな思い出とともにね、うんうんうん、ちょっと紹介してんだけど、うん、まあ、なんといっても懐かしいね、これやばいっしょ、うん、これスウェードのベージュのリュック、うん、スリーウェイのリュックね、まあ、リュックとして背負えて、でまあこうショルダーみたいな感じで持てて、これ買うきっかけは、うん、松田直樹だから。あー、そうだね、そう、うん、でマリノス対談して、うん、で松本山雅に行くっていうののドキュメンタリーの中で、うん、持ってたね、新幹線に乗るとき、ライダースに細身のパンツ履いて、うん、リュックこれ。松田の木かっこよかったね。めちゃくちゃかっこよかった。うん、もうなんかパタゴニアのさ、うん、フリースとか着てさ、うん、ね、まあ、だからそういう松田直樹のスタイルに憧れて買ったこのリュック。うん、もうこれはそういう思い出もあるから、うん、なのでこれはもう手放さずにずっと持ってるさね。うん、だからカバンとかもね、結構ね、やっぱこだわりが多分強いから、ね、すごくいいんだよね、うん、あとはこれも俺も絶対名作だと思ってるやつ、ブリーフィングとノンネイティブのコラボ、うん、これはもう本当に絶対もう名作、ショルダーバッグなんだけど、うん、これ撥水でリップストップのナイロンで、はい、でも中もちょうどいい大きさでパソコンとかも入るし、めちゃくちゃ使いやすいよ。そうそうそう、で中にポケットがすごくついてて、うん、これも本当にね、どんだけ使ってんだろうっていうぐらい、結構ブリーフィングにはないからね、その形は。そうなんだよ、ブリーフィングにはないんだけど、ブリーフィングらしさもちゃんとあって、うん、そうだね、なんか絶妙。これこのショルダーとかもさ、これで止まるんですよなんかこういうその機能的な部分とかも、なんかこの藤井さんが使う中でここが止まってほしいとか、あの迷彩をさ、スーツケースにかけてめちゃくちゃかっこいいよね。かっこいいんだよ、俺迷彩未だにずっと探してるもん出てこないかな、めちゃくちゃかっこいいから、ね、迷彩あったらもうほんと買おうと思ってるぐらい、うん、まあでもこれも名作だなというやつですね、はい、そうだね、そうというね思い出やん、思い出思い出まあでも、うん、こういうそのまあ思い出と、うん、あとそのノンネイティブの良さ、はい、でもあと藤井さんのかっこよさみたいなところが、うん、まあ、総合的に加わって、うん、でまあそのアメカジ全盛で育ってきた、うん、まあアメカジから俺はアメカジちょいカジって
原裏原ストリートみたいな感じでファッションとしては育ってきたから、俺もそうだな、多分アメカジだわ最初は。でしょ、うん、だからその元々のそのアメカジ DNA みたいなのがあっての、うん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 、そのね、日本のストリートから生まれたブランドっていう風になってくると、やっぱすごく刺さるんだよね、うん、でそれを今大人がちゃんと着れるようにしてってくれてるっていうのがやっぱりハマらないわけがないというか、なんか飲んでてみて安心感あるよね。あるあるある。なんかこう男だったら、あ、ここわかるみたいなこととか、ここめちゃくちゃ助かるとか、なんかその例えばポケット入れた時 の、 そのポケットの深さとか、うん、そういうこととかもう一個一個角度とかね、そう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 、すごくやっぱりね、あのものづくりに対してそういうところをこう入れ込んで作ってくれてるから、それこそブーツのハトメとかもさ、ここはシルバーじゃなきゃ嫌だよねっていうところとかもちゃんと変えてくれるし、ね、そうだよね、あんまりこう土臭くなりすぎずみたいなバランス感を整えてくれるじゃん。そう、なんかそういうところがすごく魅力的なブランドだなというところで、うん、また今僕らの気分としては、はい、ノンネイティブ気分ですと、うん、アメカジ気分ですと、ね、うん、いうところなので、まあ、もちろん綺麗めなスタイルもその1週間の中で何日かはするし、だけどちょっとその去年とかとは違ってアメカジ色、加工色があったりするものとかっていうものも身につけていくのも新鮮かなと、ね、またね、そういうのをまた新しく楽しみましょうというね、うん、感じで今思ってるから、はい、そういう気分的なところを今日はお届けできたらという感じだね。そうだね、うん、なんかこんな感じのスタイルいいよみたいなこととかもコメントくれたりすると嬉しいよね、うん、いいね、はい、そういう感じがいいよね、うん、そうだね、まあ、そこでなんかねお互いのこうファッションのね話をできたりとかするのもまた楽しいので、うん、はい、はい、という今日はもう僕らの気分の話です、はい、でした、でした、サクです。ノンネイティブの魅力伝わりましたでしょうか。デザイナーの藤井さんのフィルターを通して作られる洋服は、洗練された大人が着るべきアメカジというような印象を僕らは持っています。なぜ今またノンネイティブが気になるのかというと、それはムードなんじゃないかなと思います。ファッションというのはムードというものがあって、まあ、これまでは結構きれいめなムードがずっと続いていたんですが、最近はやはりアメカジのムード、まあ、加工物だったりとか、まあ、デニムだったりとか、まあ、そういったものがこうムードとして自分たちのこう中にだん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 入ってきているような感じがしています。まあ、そんなムードによって自分のスタイリングも少しずつ変化していったり、シルエットも少しずつ変化していくというのがファッションだと思っています。まあ、そんなムードを反映したスタイリングを次の動画でお届けしますので、またぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。